番組の途中ですが、ここでインド洋の津波の情報についてお伝えします。インド洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。関係する国や機関はインド洋で津波が発生する恐れがあるとして沿岸の国に注意を呼びかけています。新しい情報が入り次第お伝えします。今後の情報にも注意してください。番組の途中ですが、ここでインド洋の津波の情報についてお伝えします。インド洋でマグニチュード 7.6 以上と推定される大きな地震がありました。関係する国や機関はインド洋で津波が発生する恐れがあるとして沿岸の国に注意を呼びかけています。新しい情報が入り次第お伝えします。今後の情報にも注意してください。